ご主人様と一緒に奥空綾音です。本の中の物語のよ、本の中の物語のよ、ごきげんよう。あ、ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。わあ、はい、適当にやろうよ。ゆとりが大事なんだから。説明や解説が必要なら私に任せてください。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。説明や解説が必要なら私に任せてください。ゲヘナ学園給食部ミレニアム学園浦和花子です。正規実現委員会。ご主人様と一緒に楽、ご主人様と一緒に楽、本の中の物語のように私たち。過ぎたるはなお及ばざるがごとし、今日だけは仕事を忘れて私と一休みしませんか。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。説明や解説が必要なら私に任せてください。
ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。説明や解説が必要なら私に任せてください。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。私が来てもよかったんでしょうか？邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。